20取れたし上出来よ。そうね、まあ、個人的にその20取れたっていうのはでかいけど、なんやろ、コンピューターと7コインしか差がつけられなかったっていうのがちょっと痛いかもしれないな。それはそうかも。何する気や？コインを奪ってくんだ。なんだ、あの、家族崩壊の危機かと思ってたの。あ、そっちか、そっちか。一番面白くない。一番面白くないな。あ、でもあの、あるよね、あの4位を逃れるためにみたいな。イエー、あるね。そんな志低くていいんか。アイテム、アイテムリフレッシュ、ルーレット。これはなんかなんかこのタイミングで押したらここが手に入るっていうのが、攻略本かなんかに書いてあった記憶はあるんだよね、一応ね。もう一切覚えてないけど。ほとんどない。なんだろ、これは。では、あ、でも、テレよけスプレーとかいいのかな。もう大逆転狙うんだったら、決闘手袋？さすがにクッパーだ、クッパーだな。いいよ、いいよ、美味しいよ。クッパ引きすぎや。こんなこと。いやー美味しいねクッパ。よいしょ、お、いいね。久々に出てきたでかい数字。ああ、何？まさはずになってる。ああ、でもこれ、ここはこれだよね。間違いない。うん。最終的にこいつが勝ちそうだなってやつから今うわー。でも行くしかないよね、これね。もうこれで、あの、もし万が一なんか、あの、爬虫類でなんか鍵持ってるやつが、あの、スター取ったら、もうマジで本当、うん、いいねいいねいいね、お、いいねいいね、あの、やる気出せよクッパ。一番いいやつ来たんだぞ。30コイン、30コイン。そんなことある。はい、本日の実況動画は以上でございます。お疲れ様でした。やめろマジで。マジかよ、これあの2つの意味で痛いのよ。あの70コインとかまでいったからさ、ちょっと頑張ればヨッシーのマックスコイン抜けたかもって思ってたのにさ、こいつマジで巻き込み力えぐいな。何買った？これ何だっけ？さあ、どっか行く。あー、どっか行くのね。はい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 。でも、こいつが今持っても仕方ないよな。あ、俺誰と？わー、これ勝たないとあかんやつやな。これが勝負。ヨッシー悪い情能を送る。ルイージ、デイジー、巻きを送る。ってこと、これあれやな、デイジー次第やな。難しいな。よし、わっしょい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 、やばい、何にも面白いワードが出てこへん。ほんで兄一切喋らないし。オッケー、いいねいいねいいね。いや、デイジーいいよ、デイジーいいよ。その王冠を赤から金色に変えてあげるよ。そんな財力ないけどね。あ、来た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 。あ、しょ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 。うらうらうら。いやー、パートナーに恵まれましたなぁ。あ、人間の反射神経どうつけるもんじゃないよ。いやー、強いがマジで強いって感じるよね、こういう瞬間って。あ、ルイージ取った。あ、でも無理か、ルイージ。これででも新キロ、どちら、よっしゃ。ってことは2024年運が向いてそうです。ごちそうさまでーす。あぶねー、いけなくて。あー、危ないで、ね、しかもあれでしょ、あの50コインとかになって。そっか、30コインで負けてもアウトだったんだよね、これ。そうそう。あ、でもまた兄貴行き先じゃん。まあ、一枚いいとこにいるんだよね。ああ、もう一枚はだからお尻刺されないといけないのか。よし、行きそうだね、そっち。うん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 。OK。
ケーオッケー。あーでもそっか、あともう18コイン稼がなきゃいけないのか、それもめんどくせえな。俺は何も見てないよ、俺は何も見てない、何も見てない。だからやる気出せて、俺の時だけやん、真っ当に待ってた。おい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 、よかったよかった、もうこれでみんなでコイン渡しちゃったら発狂やで。さすがにちょっとね、そこまで被害を広げるのはやめてほしい。でもさすがにね、うん、あーなるほど、あー頑張らなあかん、なるほどなるほど。じゃあ無理なやつだよ、これ無理やわこれ。しかもあの何が大問題かって、ラグがあんのよ。どうする、さっきやろうか、さっき行きますわ、さっきやって、えい、おおおすごい、なんで、よし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 、ちょっと集中するわ、おっしよ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 し、いける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 、おっ、おいいね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 、いける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 、よし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 、これこれ来たぞこれ来たぞ、次次次次次、おっしゃー、よし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 、よっしゃー、おーすげえ。いやマジで、あのその場にいたらこれハイタッチしてハグして、あの握手をし、あの握りしめるっていう、これ神やろ、これは大勝利、これはちょっとあのごめん、10コインじゃ済まないよ、出した分のコインくださいって感じだな。え、ちなみに今収録時間が45分過ぎております。結構経ってるんです。多分あのパート2に区切るのがあのできたのとか。俺がビリかい、え、なんで。はっ、そうやね、これ10コイン取られんねん、お前それ俺がビリじゃなかった時10コイン返せよ、お前てか100コインにして返せよ、お前マジかよ、何のために今ミニキム買ったん。え、そうそう、もうハイタッチもハグも握手も全部抜きやん、こんなん出せよ、そこまで行ったらよ、揃えろよ。あ、よかったねよかったねよかったね、ようこそこちら側へ。しかもハプニングスター持ってるから今地味にあれなんだよね、兄貴の方がスター1個多いんだよな。うわー、あ、でもあのコインない、コインない、あ、そうか、コインないか、あ、オッケー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 、うわー、うわー、あ、あれか、もしかしてさ自分に逆さキノコかけてさ、あ、そういう手もあるよ、うん、あった、ただちょっと待った、あ、そうか、兄貴が早いんだ、多分もう行くんじゃないか、これで、しかもコイン奪えるじゃん、行けんじゃね、行けんじゃね、行けるやろ、これ行って、19コイン以上奪ったら、あ、ちょっと手伝って、もうこいつらからマジで、ね、20コイン以上奪える気がしないんだよな、早いんだよな、おお、すごい、行った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 、で、ミスって左行け、やめなさい、行けよ、あーもう悩むな、ここで今買うべきか、5ターンであのスターを買えないコインまで減らすかっていうのはちょっとリスク出てくるよね。まあでもここはリスク取ろう、おお、さすがですね、やめます。そっか、しかも6コイン手に入るもんね、それは確かに考えてた、あー、そっか、これ悩むな、あ、そっか、ちょっと待った待った待った、これでデイジーに行けばいい、行けよな、これこっちが行けよ、マジか、ちょっと俺もそう教えてくれ、ちょっと待って、これ5で1、2、3、4、5、あ、いけるな、じゃあこっちだな、1、2、3、4、5、うわー、これギリいけるかな、俺さっきからサイコロの運ないからな、まだ2桁出したことないんだよな、やっぱ2人で10だけで、こいつ飛ぶでしょ、どうせミスれよミスれよミスれよ、あ、お、違う、ミスんなよ、うわー、そういうことか、なるほど、あ、でも20コイン取られろ、15コインでもいい、いけ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 、
はコイン取ってほしいな。頼む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 。これはみんなで。みんなでもいい、みんなでもいい。よし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 。これ最悪あの一旦あのごまかすためにあの逆さキノコを使おうか迷ってたところだから。オッケー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 。反対。これは。よっしゃ、つたタルタルコイン。これはきついな。これきついな。これ微妙だよね。微妙。これ微妙やな。これジャンプができたらまだマシ。ジャンプあんまり一緒か結局。移動だよな。これさ、あんまりだってどっち進んでなんなら動かなくても勝ちみたいなとこがあるもんな。場合による本当に。本当に。動かんとこかな相手。ほんまに。あっちょっ。あっ。じゃあ嘘今なんだ。レイジまたりに行ったのに。頼む頼む黄色。頼む黄色、役立たずな下僕ども、役立たずの下僕どもを射させてください。お願いしますお願いします。うわっ、やめろ。よしよしよし、うまいうまいうまい。くそー。じゃあちょっとここであの坂様お願いします。そっか、必要になるのか。くそー。坂様お願いします。坂様で行くしかないよな。で自分はちゃっかり近づいていくっていうね。下水はほんまに下水はこれ。こういう時に限ってでかい数字出すんだよな。じゃあもう一個出せよ。さっきの885と変わらんのよ。いやでもすごいんだよなこれ結局。えでもこれさ、普通に回ってこれんじゃない。でサボテンで2つ目でミスって、あでもコインが足んねえのか。コインが足りないんだな、残念だな。でしかもここであるでしょ、魔法のランプ買うでしょ。ああ。これ今コインスターはどうだ、やっぱりヨッシーなのかな。じゃコインスターじゃ、コインスターはヨッシーでミニゲームスターだよな、問題はな。アクション。え、あ狙ったのかと思った。さあどっちに行く。1,2,3,4,5,6 コインと1,2,3,4、あら一緒だな。もう一回だよな。そうなったらそっちだよな。もう最悪、最悪スターが買えなくて、もうあのテレビルであの奪えるだけのコインが手に入ればそれでいいんですよ。それは正解だ。うん、そう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 。でしかもこれヨッシーにするじゃん。そしたら募金2回しなくちゃいけなくなると思うんだよこいつ。そう、募金の効果が。もう腹ぶつのり汗よ。ここででっかい数字、ほんでこっち来るしさ、バレそうな気がする。ほんま貧乏人がこっち来んなよお前。参戦しようとすな、スター争奪戦に。今の発言は炎上するな。なんでそうなるんだよ、おかしいだろ。俺誰とな。うわもうしかもまだ難しい。俺これねダメなの本当に。あ兄貴だこれ。あのコンピューターに勝てたことないのよ。あの実況の方で2回か3回やったけど全敗してっかんね。ノミスしようんだよな。そう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 。あ、これ地味な移動、なんか1個で行くわけじゃないんだ。あ、そうそうそう、ちゃんと倒しとかなきゃいけないから。間に合わへん。フィニッシュ。負けた原因は紫です。申し訳ないけど、俺よりいいのがあるんだよ。頑張ってコインを取った。ナイスナイス。これどう？え、あ、これだから1個飛んで、でもダメだ、募金される。オッケー、分かった。イエーイエー。こうや。ただもうこれは取られるのはもうしゃあないやな。
どうしようどうしようどうしよう。まあまあまあ、無難に行くしか。それはコインやな。うん。これはコインで。でっけえな。これで俺の。でもここで50コインでもダメなんだよな。ダメやな。ここで10コインはね、そうつまんねえ。パリフラーパネルか。これもきついな。あ、写真機。ああ、そういうことか。これ何？ウィッフィッとか言ってたらいい。もう、まあ、パッと出た、同じのが出た瞬間に。ガン。ガン。喋れ。え、あ！あ、外れた。フィニッシュ！遅かったー。なんだ？あ、はい。なに？お姉さんは退場でございますか？いや、別に。よっしゃ。これはまあでかいけど、待って、今、ストップ、レイジーさ、レイジーさ、近いよ、逆さキノコ、なぜ使わない今、おかしいべや、お前バトルでさ、コイン失ってる場合じゃないのよ、今気づいたわ、近いよ、逆さキノコ、お前、何しとん、大富豪、勝たせるな、だってあいつ多分、予想だけどさ、スター2個持っていくぞ。うわ持ってくよね。うわだってミニゲームコイン、だコインは確実じゃん、また101コインでしょ、確か無理よ、勝てないよ。はぁ、これ迷うな。あ、このミニゲームめっちゃ大好き。いや、間違えた間違えた、ごめん。加速、うわ、ヨッシーを狙うが正解や。そう、しかも多分誰もスター取りに行けるような位置じゃないのよ。ちょっと待って、これどうやってキラー発射するの？キラーの発射の仕方がわからない。あ、え、違う、なんか Z 押してもさ、キラー発射されないままついトックスされたんだけど。あ、普通の弾で撃たれたんだな、今。さあ、今ルイージ選手が一発撃たれましたが、その後追うかのようにヨッシー選手が一発かぶされました。そしてデイジ選手は誰にも打たれないようにかさっそとした勝負。さあ、目の前に黄色と緑が今入り混じっている。おっと、ここで普通の球をぶち込んだ。実況が下手すぎて私はアナウンサーになることができない、その自覚はある。おっとここでヨッシー選手脱落、墜落、しかしキラーに追われている。おっと、逃げ切った。さあ、残り10秒の争い、このまま同点で終わってしまったら戦いは終わった。勝者がまさかのデイジー、ビリーの底力を見せつけた。アーモンド食べる、食べてもろて駆動。よし、これでもね、俺今からスターを奪ったとしても、どっちかには負けんのよ結局。何ターンで次でラストね。よし、もう一旦考えよう。なるほど。いや、これ決闘じゃん、決闘が起こるんじゃないか、まず決闘か。あー、なるほどね。でもここで遊んでても仕方がないから、あ、違う違う、前の中途半端だな。まあ、攻めるんや、ここは。そうそう、攻める、めっちゃ攻める。きつい。今お姉様なんて、私のこと応援してくださいました今。ありがとう、めっちゃ元気出る。頑張れ。
角度が全然足らんかった。浅かったね。おお。飛んでる時間は変わらなかったのに、俺の負けやん。そしてあのこれに勝つことができなかったら、俺はテレベル何のために持ってるのっていう状態になるよね。いいっすやな。これは勝たなあかんな。さあ何が出る？運ゲーの方がなんかもうすがすがしいんやけど、どう？運ゲーじゃない。うわあ、実力きた。それも15回ね。はい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 、はい、うわあ。オッケー燃えてる燃えてる、兄貴燃えてる。やべー。オッケーテレベル2回使えんじゃんこれ。オッケー。これでちょっとどう？コインスター いけんじゃない？Yeah. いったっしゃ来たでしょこれ。どう？いかなかった。もうちょっとや。うーわーマジか。あ違う。次え？何してんの？今じゃない。いつ使うか今じゃない。全く無駄やった。これあのできればスターの位置を変えろよ。スターの位置変えろよ。あれちょっと待って、これさハプニングマスさ兄貴と並んでるじゃない。並んでるかも。う一回踏んで、もう一回踏んで。あごめん、もう一回踏め。じゃこれこのミニゲームで俺勝たなかったらコインスター取れないってことだよね。そう、取ろう。コインスターを取るために潜るってことだ。潜るじゃねえや、頑張るってことね。オッケー。でもこれこの後しかも秒で食われた気がするんだよな。ちょっと兄貴連打音がえぐい。もう全力。これなんか俺のボタンだけ反応してない。よし。ブルーホースは離脱しました。よし取り切った。ちょっとマジか。ラストか。これどうやろ。あーなるほどな。そうなると悩むな。スターを奪うのはどっちか。何してん。19やろ。よしボルトで出し。さあ頑張れ。いけ。どっちからや。さあどうなるかな。さあ今ここで熱き戦いサスケファーストバトルが始まりました。さあ今ヨッシー選手とルイジ選手がたたきボルトを回しております。さあ一歩リードしているのはルイジ選手。さあここで右に、おーっとちょっとここで行き過ぎてしまった。その間にヨッシー選手が追いつけたと思いきやまたさらに行ってしまった。さあここでルイジ選手が一歩リードしながら内へと熱きそして、ね、A ボタンぐるぐるしながらヨッシー選手なかなか追いつくことができない。その間にどだねルイジ選手絶妙な A ボタン加減で、そして次の最終ボトルをボルトを目指していくと。そしてヨッシー選手ここで追いつくことができない。さあここで栄光の架け橋という名のスターを踏むことができるのは一体どっちだ。ルイージ選手がくっそー負けろよー。あつい本音が出てしまいました。勝ち条件が結構あの複雑になってきたんよね。そうなんだよね。
やっぱりこれでもどうしよっかな。こっち来る。いやあのね、選択肢はこっちかこっちなのよ。そいつが、こいつがスターを2個取るって言うんだったら間違いなくこっちなのね。でも俺がミニゲームスターを取れるっていうのであれば、わあ超悩みのやな。そうやな、やっぱ泣きっ面に蜂って大事だもんね。あの新年の挨拶で手を出さない。ほんまにでいい。いやあの新年のご挨拶の時に、あの今年も本年もよろしくお願いしますって頭下げた瞬間に踏んだり蹴ったり殴ったりしない？それは大丈夫。それは大丈夫。あじゃあそこはさ、あのするよって言った方が良かったのに。大丈夫。いやまあ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 、ここは、ね、俺はあの家族を一番大事にする男だからこうするよ。大丈夫、安心して。そうよ。ありがとう。子供の分と2つよろしく。やった。みんなお年玉ゲットしたよ僕。やった売れピー。いらねえな。なんでさ、もう本当につまらん人生だったわ。もうドクトリーヌと逆だわ。まだすんだ。さあ何コインってか待って、払えないのが2人いるのよ。あーまあ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 、戻ってくれてよかった。ここでな、29コイン全部取ってもな、兄貴に勝てないんだよな。なんだっけこれ。あー分かった、思い出した。あーこれだ、どれだってやつだね。はいはいはい、はい、で AB ゲット。じゃあ俺ずっと CC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 
しかも間違ってるし誰か。フィニッシュ。そう。もう勝負に参加してないやつがおる。やってしまうだ。まあでも気持ちはわかる。最初に確かに入ってた。でかけたコインよりも減ってんだな俺。ヨッシーがとってもいいか。そう、いやもうここまで来たらヨッシー最終ターンなんだからさ、テレオキスプレーでなんか取れる場所に移動させたらいいのにと思うのにな。そこはコンピューターなんだよな。ちょっとだってここのアリ地獄にもさいたわけじゃん。いたね。うん、倒せばあったね。そう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 。A ボタンで逃げるゲームだよね。ほれコンピューター強いだろうな。よし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 マジで、マジで、マジで。オッケー、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 これはマジでうまい。すげえ。すげえ、よっしゃ。来た。この10コインが最後逆転してくれてたらすげえ嬉しいのよ。それはミニゲームスターで。さあ、どうなる？ポッ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 
これわからん。そのあのミニゲームスターの行方で決まんのよこれ。それじゃあ最初にスターの数を見てみましょう。ふえへい。次にコインの数で見てみましょう。じゃあここでのコインの数は意味ないからね。ボーナススター、ミニゲームスター。さあこれで決まるよ。これで決まるよ。いくぞ。ビッ。うっそー、そんなに勝ってたか。そっちか。はぁーそーばーまじかー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺の方が下じゃなかった？あれスターの数ヨッシーが上回ってたと思ったんだけど。ヨッシー3位。ルイージーでウィーナー。そっか、俺が1個奪った。そっそっ。じゃあやっぱりお前から奪っておけばよかったのにルイージー。ちょっと待って。これさ、あ、ほんまや。あれ。そうですよ。そうですよ。ひそかにコインはちょっと増えてたんですよ。違う、そうじゃなくて、あのね、俺が、あ、違うわ、そうか、よ、そうなってたら今度ヨッシーが4枚になるのか。そう、ヨッシーが4枚。じゃあ俺結局2位から脱出できなかったのね。そうだよ。いや、ダメじゃん。だからそれが頭をヨッシーがゆえに、あの、まあどっちとってもしゃあないなっていうふうに諦めたところを取ってくれてありがとうって思って。だってお年玉欲しいじゃん。それがゆえのお年玉発言でございます。そうよ、お年玉ちょうだいよ、本当に。しゃあないや、あげるよ。ほんとに。しかも5やん。そうや、圧倒的5やん。めっちゃ踏んだ。結局マス目で何にも面白くなかったもんな、俺な。あ、でもミニゲーム結構惜しいな。そう、87、95、106やから。うん、だからこれそのいっぱい、なんだろう、俺がヨッシーに勝ってたら逆転してるの105と96になるから。そう、それで勝ってたら悪い。そう、だからあの兄貴とのあの2対2のミニゲームで勝ってたらそれはそう。そう、あの買わせやつ。そうそう、あの原因は紫。そう、協力してやったって喜ぶふりして1位になれたのに。ちゃっかり1位をいただいちゃいました。了解です。あ、分かった。よし、じゃ あのこれは、ちょっと頑張って編集をして、ちょっとあの明日から 家にいなくなるから1月中旬までには出せるように頑張ります。はい、だからあのこれが出る頃には僕はちゃんと兄貴からお年玉をもらっているはずなので。はい、その結果は、はい、さらにその後の実況で、皆さんに報告をさせてもらえたらと思います。はい、ということで、あの1時間12分という収録時間になりましたが、あの最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお兄さんお姉様、はい、あの1月2日にまた会いますけれども、良いお年をお過ごしくださいませ。良いお年を。はい、はい、でありがとうございました。では実況は以上です。チャンネル登録よろしく。バイバイ。